徳沢峠に行こうと思ったらですね、ぐるっと回って焼山峠に戻ってきちゃいました。でね、まあ、やっぱちょっとね、徳沢峠はね今日はちょっと難しいです。あの途中のクリスタルラインがね通行止めなんですよ。あの平日は、土日はやってるみたいですけど、あの通れるみたいですけど、なのでちょっと予定変更して、はい、すいませんどうも。大変ですね、10台ぐらい来るのか。あ、で多良峠に行きます。どっから多良峠に行くんだろうね。どっか電波が通じるとこに出たいね。あ、なんかちょっとお腹空いてきた。ま、朝5時に食って、もう今11時だからね、昼飯の時間ですわ。寒い。うわあ、カーブか。よし。カーブではきついな。門扉あり、これか。これさっきとは違うよね、うん、行きます。マクロではありますね、でも。このぐらいのアクロは、あれでもアクロだ。左か。うわー、そっちは無理だね、絶対無理。あー、こっちはなんか展望が開けてていいですね。まあ、ちょっと今日雲が多めですから、ちょっとあれですけども、もうね、あのアクロはもうやだよ本当に。さっきのあのコンクリートバキバキに割れてるアクロ、
走りづらいじゃないしね。ああいうとかやっぱオフロードとかアドベンチャーとか、スクランブラーとかあったらね、すんなりいけんだろうけど、ちょっとねこいつじゃ無理だわ。ここもねそこそこなんかいろんなあの木の実とか枝とか落っこっててね、油断してるとタイヤ取られそうな、そういう道。まあまあでもこっちはまだ舗装路がちゃんとしてるからまだね。と思うんだけども、あのちょっと木陰に入るともう苔が育っちゃっててね、この苔が滑るんだよ。これ本当ここでいいのかこれ。ちょ、もうなんかさっきのさ、もうがっかりだったよ。徳佐峠に行けるかと思って延々走ってたら戻っちゃうんだもん。右。なんでその Google とこの矢印ナビが全く逆の方向を示すんだいこれ。右に行くの？じゃあこっち行きますか。もう電波今来てないんだな。あ、でも多良峠来たみたい。来た来た来た。なんとか今回は無事に、多良峠に来れました。このままね、すぐもう溶岩山の方に行ってもよかったんですけど、どうせなんで、途中通行止めの区間があるクリスタルラインをちょっと戻ってですね、そこから帯名山、帯名山、ちょっと行ってみたいと思います。林道水ヶ森線です。伐採されてね、展望が開けてていいですね。サクッと多良峠行ったらサクッと溶岩山回って帰ろうと思ったのに、ちょっと欲が出てきてしまいましたね。
あ、こっからだったら徳佐峠行けんじゃねえか。行けるのか、これ分からないけど。いや、今日は、うん、徳佐峠はちょっとまた今度に行きましょう。またね、あのマスコミの湯が営業再開した時とかに行けばいいんじゃないですかね。すぐ近くなんでね、マスコミの湯からすぐ近くって、あの地図上ですぐ近くなるだけで、行くとだったら結構遠いかもしれないけど。あ、ここだ、この帯名山あの高原牧場って。ここから先はもうダートなんで無理です。はい、で今ねちょっとあの看板見えたかどうかあれですけど、あやめの群生地っていうのがあるんですね。そこから帯名山のなんか展望台っぽいとこに行けるんで、結構ありますね、多良峠から。あ、ここですね、あやめの群生地っていうのは。ほう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 、どこ止められるところ、あそこですね、あそこのとこ。はい、ということでですね、多良峠からちょっとクリスタルラインをこっちに来て、あやめ群生地っていうのが徒歩1分であるそうなので、ちょっと行ってみたいと思います。バイク進入禁止って、こんなとこバイクなんか入れるわけねえねあやめっていつだったっけね、咲くのって今ぐらいか。あやめだからあれか、5月とかそんなもんかい。ちょっと階段を、あやめの群落地、群生地じゃないんですね。特に咲いてませんね。でね、この道を行くと、この、ここ、帯名山、帯名山なんですけど、そこのなんか展望台的なところに着くので、ゆっくり行きたいと思います。もうね、登るのはさっきの乙女高原のところでも結構やったんだね。あやめの、あそこちょっと咲いてますね。でね、このロープの中がその群落地で保護してくださいって言うんだけど、ここにも、これちょうど歩道側に生えちゃってます。ね。よいしょ。じゃあ、行きましょう。結構ね、きつい登りですよ、これ。あやなんかこう、ぬるい風が、吹いてて。でも、気持ちいいね。あらあらあら。あら、いいじゃないですか。富士見百景、富士見えんのここから。まあちょっとね、雲が多すぎて、ちょっと今回はさっきのね、乙女高原のところは見えたんですけどね。
またインスタが落ちてました。ここは溶岩山の登山口みたいです。そうです、あの縦堀とかがあるそうですけど、まあ、ちょっと今回はもうちょっと疲れちゃったんで、危ない行きます。もう見下ろす、これ甲府だよね、甲府の市街地を見下ろす感じだよね。すごいね、ほほ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 。これ武田神社か。続いて間違えちゃった。これがあれですね、武田神社ですね。はい、でね、この道ね、途中に、あれは何の大学だっけ、公立の大学があったかと思うんですけど、それがね、昔あったヤルドラっていう、ヤルドラマっていうやつのね、季節を抱きしめてっていうやつの、まあ、モデルになったとこっぽいですね。それ前も言ったような気がするな。これか、山梨大学か。ここでいいか。